会議には有識者や各振興局の担当者らが出席し、道の熊対策について評価と検討を行っています。道内の熊の個体数は年々増加傾向にあり、2022年末時点では中央値で1万2000頭余りが生息しているとみられています。熊の出没は例年3月頃から増えていて、道南の乙部町では今月に入って10日連続で熊が目撃されています。会議では国がヒグマを指定管理鳥獣に追加することを受け、エリアごとの捕獲対策や市町村との連携などについて話し合われました。